ベーツ群の一カンザスシティ都市圏に含まれている軍ベーツ群はアメリカ合衆国ミズーリ州にある軍である。2000年現在の国勢調査では人口16,653人で、軍長所在地はバトラーである。軍は1833年に組織され、第2代ミズーリ州知事を務めたフレデリック・ベーツに、ちなんで名付けられた。なお、ベーツ群は カンザスシティ都市圏の一部となっている。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積2205平方キロメートルである。このうち2198平方キロメートルが陸地で、8平方キロメートルが水地域である。総面積の0.34%が水地域となっている。米津軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、 この軍は人口16,653人、6,511世帯及び4,557家族が暮らしている。人口密度は8平方キロメートルである。3平方キロメートルの平均的な密度に7,247件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人97.33%。 アフリカン・アメリカン0.61%、先住民0.59%、アジア系0.15%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.39%、および根結0.92%である。人口の1.07%がヒスパニック、またはラテン系である。6511世帯のうち、 32.30%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、58.80%は夫婦で生活している。7.60%は未婚の女性が接待種であり、30.00%は家族以外の住人と同居している。26.10%は独身の居住者が住んでおり、13.90%は65歳以上で独居である。 一世帯の平均人数は2.51人であり、家庭の場合は3.02人である。この群内の住民は26.50%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.50%、25歳以上44歳以下が26.00%、45歳以上64歳以下が22.60%、 および65歳以上が17.40%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は95.20人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.50人いる。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は3731ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は36470ベードルである。男性は3298ベ米ドルに対して、女性は19772ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は15477ベードルである。 人口の14.50%及び家族の11.50%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の18.30%及び65歳以上の14.10%は貧困線以下の生活を送っている。都市村米津郡は24の郡区に分かれている。ありがとうございます。